東京から出発。あ、新幹線が着きました。早い。わーい。行ってきまーす。桜平に着きました。わ、すごい。めっちゃ、これお酒？わ、すごい。あ、でもね、長野県のお酒めっちゃ美味しいとかは聞いたことあるので。Let's go! ちょっと。え、まさか？わかった。ここはさっき、ゆうたくんから教えていただいた、の北斗の県の出身ですよね。そう。だから、めっちゃコラボとかあるんで、なんでに、県が入ってなんか後で LINE してみたいなLINE で電話してみたいな終わったらそうだね、多分昔日本語全然わからなかったからもうジェスチャルも手でそうもう手でコミュニケーションしてたね。でそれからの私マツコの知らない世界だったからすごい喋ってんじゃんと思って。本当、嬉しい。本当。嬉しい。感動しちゃった。いやー、勉強したんだなと思って。勉強上めっちゃサボってんじゃん。なんかさ、私ほら母国語しか喋れないから、日本語しか喋れないからさ、なんかすごいなと思って。え、嬉しい。なと思いながら、なんかもう感動した。嬉しい、ありがとう。はい、今回素敵な温泉に撮影をさせていただきました。今回長野県に行ったのはインバウンドの仕事をいただき、温泉に回ったり、その長野県のいいところを紹介したりとかもしました。最近そういうインバウンドの仕事がすごく増えててめちゃめちゃ嬉しいです。私の大好きな日本が戻ってきたなって感じはしますね。お願いします。あら、温泉にちょっとね、ちょっとぴっちゃりエッチなエッチじゃないんですけど、ちょっとセクシーなね撮影しだしたんですけど、こちらにね、あの別アカウント温泉美少女にチェックもできますので、ぜひそちら、ここの下にリンクにも、はい、貼ってありますので、よかったらチェックしてみてください。スタッフはねすごく優しかったし、誰もいない時にね温泉に入れるなんて、なんでこんなに気持ちなんだろうんですね。で、今回皆さんはねよく、気がついたと思うんですけど、なんか胸大きくなってないって思ってる方もいらっしゃるんですけど、そう、実はね最近がちょっと体調がね増えてしまってます。まあこれはねいいことと悪いこともどちらもあるなんですけど、まあいいことはやっぱり胸とかお尻がねすごくでかくなっていいところです。最近そのこの冬にいろんないい食べ物を食べたりとか、ちょっとジムに休んだりとかもしたので、なんか前よりはちょっとムチムチはしてますが、
グラミアスポーツをするときにはね、誰も文句言っていません誰も文句言ってませんし、逆にありがたいってよく言われてますので、よかったら私のファンクラブファンピアなどにチェックしてみてください。まあね、でもこれからね、おっぱいが持つままにちょっとだけ痩せたいと思ってます。はい、温泉のいいところはやっぱり肌がね、ものすごく綺麗になるし、ストレスが判断とかもできるし、あとはやはり日本の全国の温泉は一人全部一つずつは全然違いますので、その違いとかその雰囲気とかもね、はい、見ることが大好きなので、これからねもっと温泉と関わる仕事をしたいなって思ってます。最近こういうちょっとグラビア系な仕事がちょっと増えてるなんですけど、最近いろんなテレビの出演もされたりとか、公式コスプレイヤーの仕事もいただいたりとか、本当前よりはすごくマルチな活動をさせていただいて本当に感謝してます。いいね。あー、いいね、いいね。次の日にね、友達とメイドカフェをやりました。いろんなコンカフェとか、あとオフ会とかカラオケ会とかの企画とかもね作ってますので、ぜひ会いたいとか人がいたら X とかもチェックしてみてください。会いに来てねダバスコはちょっと晴れ、うわ、うま、うん。ボーナーいただいていいですか。ボーナせっかく長野に行きましたので、今日はなんとスキーボーしに来ました。マサちゃんと、もうこれでマサちゃん全くわからないんだよ全くは何違うわかんないんですよ。はい、マサちゃんと今日はスキー場で遊んで、急に決めたの、マジで急にで決めたの、昨日ぐらいで、しかしがね全く見えないから、まあ怪我しないように頑張ります。いい感じじゃん。ね、素敵。ね、バロコ。OK。でもちょ、シャンプーピュチュ。私の大好きなものはね、温泉とスノボなので。最後っていうか初ぐらい、今年と初と最後ぐらいノーボードに行けててよかったです。で今回はね初めて白馬に行ったんですけど、すっごくインターナショナルな感じはしてて、いろんな外国人もいたりとかもね多かったから、すごく面白かったです。いきなり海外に行ったみたいっていう感じはしてたんですけど、はい、2人ともねもうかなり日本人っぽいっていうか面白かったです。もっと私の動画を見たいだったら、いいねをボタンしてコメントとかもお待ちしてます。よろしくね。チャオ、アルリベデルチー。